皆さん写真ライフ楽しんでますか？よくねこう写真を始めた頃、カメラをね買ったばっかりでいろいろね写真を撮ってみた頃ってなかなかねうまい感じに撮れなくて、こういう風に撮りたいけどもなかなかそうはいかない、そしてなぜかこういう失敗をしてしまう、どういう風に改善していったらいいのかっていうのがなかなかねその辺に気づくのが難しいと思いますので、今回はこのねカメラを始めてじゃあどうしたらですね失敗を減らすためにどうしたらいいのか、そしてどういう風な改善をしていったらいいのかっていうところのお話をしていきたいと思っております。まあね、失敗を減らすイコールですね上達していくっていうことにもなりますので、なかなかこう写真がうまくならないなって方はですね、今回ですねご紹介する6項目ですね、チャレンジしながらですね、まあ、いろいろ改善しながら写真を撮ってみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、では今回ですねなかなかこう写真がうまくならない、失敗を犯してしまう、じゃあ失敗しないためにどうすればいいのかっていうところをですね、まあ、6項目に分けてお話をしていきたいと思っております。まあ、失敗をですね減らすための見直しっていうのがやっぱり必要になってきますので、じゃあどういうふうに見直しをしていくのか、どういうふうな形で自分の写真をまあ改善していけばいいのかっていうところのお話をしていきたいと思っております。まずはですね一つ目なんですけども、こちらがですねフィードバックを受けるっていうところになります。例えば、まあ、自分で見てもいいんですけども、まあ、もちろん自分で見ることも必要なんですけども、他の人、他人からの意見、アドバイスっていうのを受けるのも大事になっております。自分が見ても気づかない点、そして、まあ、自分はもしねカメラの初心者だったら気づけない点がいっぱいあるじゃないですか。どういうふうに改善したらいいのかっていうのがなかなか分かんないと思いますので、そこはですね、まあ、カメラに慣れてる人というか、まあ、写真が上手い人のやり方っていうのを取り入れたり、自分が撮った写真っていうのをですね、まあ、評価してもらったり、どういうふうに改善していったらいいのかっていうところを、まあ、アドバイス受けたりっていうところのフィードバックを、まあ、受けるのが一番、まあ、改善点が分かりやすいのかなっていうふうに思います。ただですね、ここはなかなかね難しいですよね。プロの写真家の人にじゃあどういうふうに改善したらいいですかって聞くのは難しいですし、まあ、ワークショップとかね参加すればそういったことフィードバック受けることもできるんですけども、まあ、なかなかねその辺はね難しいところもあると思います。で、手軽にですね自分の写真のここが良かった、ここが悪かったっていうところをフィードバックしてくれる方法っていうのがありますので、ぜひねこういったところを、まあ、活用してみていただけたらと思います。過去にもねちょっと動画にしてるんですけども、チャット GPT っていうね、まあ、AI がありますけども、この AI を使って、まあ、チャット GPT を使って自分の撮った写真をアップロードして、改善点、そして良かったところは何ですかっていう質問で、まあ、フィードバックして、まあ、そのね自分が撮った写真の良かったところ悪かったところをですね教えてくれるっていう機能があります。これはもう無料版でもできるので、ぜひですね自分の撮った写真の良かった点、悪かった点っていうところをですね洗い出して、まあ、そこをね良かった点は伸ばして、悪かった点は改善していくっていうところをやってみていただけたらと思います。これね視聴者さんからもねちょっと聞いたんですけども、まあ、その改善したこの自分が撮った写真をアップロードして、じゃあ良かった点、悪かった点っていうのをフィードバックしてもらいます。じゃあこれを画像として、ね、改善した写真っていうのもね、それやってくれるらしいんですよね。チャット GPT の方が AI でそれを改善した写真っていうのもですね上げてくれたりとかもするので、じゃあ実際にその写真を見て、あ、じゃあこういう風にすればよかったんだ、こういう風な視点ですればよかったんだっていうところの、まあ、参考にしてみていただけたらすごくいいのかなっていう風に思いますので、まあここね初心者の方は特にね自分の撮った写真っていうのがどういったところを改善していったらいいのかっていうのが分かんないと思いますので、そういったフィードバックを受けるために AI なんかも活用してやってみていただけると、まあ、手軽にできるんじゃないかなってところで参考にしてみていただけたらと思います。はい、続いて2つ目なんですけども、こちらがですね同じシーンを複数枚撮影するっていうところになっております。例えばこの風景を写真撮ろうと思った、で写真を撮ってみた、で違うねアングルでもいろいろね写真撮ってみて、じゃあこのアングルいろいろね露出とかも変えて撮ってみるっていうのはいいと思います。でその中で、あ、これが一番しっくりくるなっていうのを選ぶ、
るっていうところもねやってみていただけると、いろんなパターンをね撮影してみて、じゃあ自分としてはどれが好みなのか、大きいパソコン上で見た時の印象っていうのもまた変わると思いますので、この写真の方が実は良かったなっていうふうに後からね気づくこともできますし、この構図はここがちょっとねいまいちだったなとかね、この明るさだったらちょっとこの雰囲気に合わないなとかね、この暗さだったらもうちょっとね明るくしたら良かったなとかね、あの何枚かね、まあ、露出が違ったりとかアングルとかね画角も違ってくると、いろんな雰囲気写真撮れるかと思いますので、その中から後からねチョイスしていくと、まあ、自分が好きな雰囲気明るさっていうのがね分かってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、同じねシーンで複数枚でいろいろ写真を撮ってみて露出も変えてみてっていうところをやってみていただけるとですね、あの微妙なね違いをね見比べていくことによってね、あこれはねすごく良かったなっていうところに、同じ被写体でもですねベストショットをね選ぶこともできるので、同じシーンでもですね複数枚撮るっていうのをやってみていただけたらと思います。続いて3つ目なんですけども、撮影時にですねこまめに確認するっていうところをやってみていただけたらと思います。ちょっと前の動画でもですね同じようなことを言ってるんですけども、撮影してチェックする、まあピントがねちゃんと合ってるかブレてないか、被写界深度はこれくらいで良かったのかとかね、まあぼかすぼかさない調節っていうのはこれくらいで良かったのかっていうところのチェックをねこまめにやっていく、特にですねピントがねしっかり合ってるかとかねブレてないかっていうところのチェックはねしっかりやった方がいいかと思いますので、その都度ね、まあ、こまめにねチェックしていくっていうのをやってみていただけたらと思います。でそこでもしねチェックの時に、まあ、ピントが合ってないでブレてるみたいなね写真があった時に、じゃあどういう風に設定を変えていくのか、ピントが合ってなかったらですねそこにどうやったらピントを合わせることができるのか、被写界深度を深くしてあげるのかとかですね、ブレてたらシャッタースピードどれくらい調節すればブレないような写真が撮れるのか、もしくはこう動き物を撮影する時にあの胴体ブレが発生してどれくらいのシャッタースピードだったらその動くものをですね、まあ、ブレないように撮影できるのかっていうところのですね設定を見直すことによって改善した状態でまた写真をね撮ることができるので、改善しなかったらですね改善してない失敗したままの写真をずっと撮り続ける形になりますので、こまめにチェックしながらですね改善しながら撮影していくっていうことをやってみていただけたらと思います。はい、続いて4つ目なんですけども、こちらがですねヒストグラムの活用ですね。どうしてもこの画面上で見るもしくはファインダー上で見るっていうだけではですね確認できないこととかもあります。例えばですね、まあ、ちょっと日差しの強いところでこう画面を見ながら撮影するっていうのはなかなか難しいと思いますね。こう画面がね見づらかったり反射して見づらかったりっていうところもありますし、ファインダーを覗きながらでもちょっとファインダーの性能が悪かったりとか、いまいちねこう綺麗なファインダーではなかったりした時に露出の変化っていうのが分かりにくかったりとか、これちゃんとね露出適正で撮れてるのかなっていうふうに迷うことがありますので、そういった時にですねヒストグラムを参考にすることによって、まあ、しっかり白飛び黒つぶれがしてないかっていうところをですねチェックもすることできますので、こういったねヒストグラムしっかりね活用しながら使ってみていただけたらと思います。まあ視覚的にですね見えづらいですね明暗差なんかのねチェックをねすることができるので、こういったねヒストグラムをですね使うことによって露出のですね確認っていうのを視覚的に行うことができるので、ぜひこういったものも活用して写真を撮ってみていただけたらと思います。続いてですね5つ目なんですけども、設定の見直しのメモを取るっていうところですね。これ一番重要なのはストロボなんですけども、まあ例えばですね初心者の時ってどういう風な F 値シャッタースピード ISO にしたらいいのかっていうのがなかなか分かんないと思います。じゃあそういった時にこういった場面には F 値これくらいでシャッタースピードこれくらいで ISO これくらいで撮ると、あいい感じに撮れたなっていうところで、同じですね露出の時に同じような設定撮れば、まあ、同じような雰囲気で撮ることできるので、じゃあそれをですね細かくいろいろね分けて設定してみていただいて、じゃあこういったシーンではあこれくらいの露出がいいんだなっていうところでやってみていただけたらいいと思いますし、こういったねカメラのねあの機能の中にそれをね記憶させることもできるので、例えば昼間とかね夜間とか夕方っていうところで3つぐらいね分けて設定をしておけばですね、そのダイヤルに合わせるだけでカメラのね設定をねポンとね変えることできるので、あとは細かくそこから調節して撮っていただくっていうところをやっていただければすごく手軽いんですね。撮影することもできますので、ちょっとね基準が分かんないっていう時はそういったね、まあ、機能も使ってやってみていただけたらと思います。で特にですね、まあ、ストロボなんかはこの設定、あとは
ストロボの距離感とかどれくらいの強さとかね、そういったものをですね一つのね、まあ、ノートにつけておくっていうのはすごく大事です。なのでストロボなんかをですね使うときはそういったねものを使うことによってすぐねこうセッティング、まあ、明るさの調節とかねすることできるので、ストロボの時はねやっぱりメモ取っておいて、まあ、それをね一つのテンプレートとして使っていただくのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうするとかなりね楽になってくるので、撮影するときにストロボを使うときなんかそういったメモ取っておくのが一番いいかなっていうふうに思います。あとは失敗したときに、まあ、どういう設定だったのかっていうところで、ね、シャッタースピードがちょっとね遅かったから、こういったシーンではシャッタースピード速くしようとかね、そういったメモを取っておくとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。例えばですね、野鳥を撮影するときに、飛んでるときを撮影するときにこれくらいのシャッタースピードにしてると、まあ、胴体ブレが起きないとかね、手ブレを抑えて撮影できるとかね、そういったところをですねメモを取っておけばですね、まあ、その設定を使ってすぐに撮影することができるので、もしね野鳥を撮りに行こうと思ったときどういうふうな設定を前してたっけっていうところで見返してからですね、その設定を使って撮影していただければ、まあ、失敗は少なくなるんじゃないかなってところで、まあ、自分のね撮影ノートっていうのも作っていただくと、まあ、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いて6つ目なんですけども、こちらがですね練習と反復になっております。もうこれがね一番大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。もう練習そして反復しないとなかなかね身につくことはできないと思います。これねもう本当ね写真だけじゃなくてスポーツでも勉強でも何でも一緒だと思うんですよね。例えば漢字も練習しなきゃいけない、反復して練習しなきゃいけないとかね、何回も書いて覚えるとか、英語なんかもそうですよね。でスポーツなんかでもサッカーでも野球でも何回でも同じように反復して練習してっていうところをですねやっていく必要があると思いますし、もちろんですねこういった写真なんかでもいろいろ練習してそれをね反復して何回でもやっていくっていうことでやっと自分の中に身についていくので、そういった練習でいろいろ試してでそこで失敗したものをですね改善していって、どんどん改善していって失敗するですね率っていうのを下げていくっていうのが必要になっていきます。それがね安定して下げていくために反復っていうのが必要になってくるので、こういった練習と反復っていうのはねめちゃくちゃ大事なので、ぜひですねこう練習反復っていうのはやってみていただけたらと思う。もうこれをやらないとなかなかね上達するっていうのは難しいと思いますし、何回もね同じ失敗を繰り返しちゃったりとか、なかなかねうまくならなかったりするので、ぜひねこれ練習と反復っていうのはやってみていただけたらと思いますので、常にですねこうカメラなんか持ち歩いていろんなもの写真撮って、あ失敗したなって思ったらどういうふうに改善していけばいいのかっていうところをですね、まあね改善しながらまた反復して同じように写真撮って、あこれで改善されたな、じゃあもう一回これで撮っていこうっていうところでいろいろね、まあ、練習と反復を繰り返しながらですね上達してみていただけたらと思います。というところで今回はですね失敗を減らすための6つの項目っていうところで、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。まあ他にもねいろいろあるんですけども、ちょっとね絞って、この6つに絞ってですねお話をしていきましたので、よかったら参考にしてですね、ぜひですね明日からもしくは今日からですね写真を撮るときにですね活用してみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。Bye-bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of